スクンビットの怪しい裏路地、特殊マッサージ店のルーツはおごとにあった。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。こちらは麻生区の近くにあるスクンビットソイ22という通りです。高級ホテルもあり、麻生区にも近いため外国人が多く集まる場所です。そして日本人街も近くにあるので、バンコクの中でも若干物価が高い地域のようです。レストランも観光地価格のため安くありません。でも英語が通じるので不便を感じないでしょう。高層ビルと雑居ビル、この雰囲気はいいですよね。こういう街並みが見れるのも今だけでしょう。街が発展すると雑居ビルは解体され、この混沌とした雰囲気は味わえなくなります。そして街の怪しさも排除されるのでしょう。でもまだここは怪しい雰囲気が漂っています。一見すると普通の街、でも脇道に入るとそこはそういった店ばかり。なんとなくマッサージ店がいかがわしい感じがします。ジャパニーズマッサージの看板もあります。日式アンマなので日本のマッサージなのでしょう。タイマッサージと日本のやつは少し違います。タイのマッサージは整体やストレッチに近いもの、アンマは指圧とかそういうやつ。指圧が好きな私は日本式の方が好きなのかもしれません。絶対指圧じゃないし健全点じゃないでしょ。日本のマッサージってこっちのイメージなのでしょうか。脇道にそれるとそういう店があるんです。日本のチブとはまさにこのことです。この絵を見てその手の店だと判断してしまう私もダメな日本人なのかもしれません。あくまでもイメージ、だってそれ絵じゃん。雰囲気だけこんな感じで、実際は普通のマッサージなのかもしれません。これはいろいろと調査をしなければなりませんよね。スクンビットソイ22は観光客が多く集まるため、観光客向けの店も多いです。外国人向けのパブやバー、レストラン、そしてタイマッサージ店、こういった店が軒を連ねているのです。マッサージか、こんな感じで声をかけられたり、お兄さんマッサージと若干聞き覚えのあるフレーズで声をかけてくる女の子もいます。表通りにあるのは健全店なのですが、少し脇道をそれるとかなり怪しさが増します。色や雰囲気がその手の店の感じです。ピンク色がそれを連想させるのはバンコク共通です。そして楽園、情熱、接吻、ミツバチといった単語、日本語に訳してもなんとなくその手の店っぽさもバンコク共通です。バンコクには AKB48 の姉妹にあたる BNK48 がいるようですが、こちらはちょっと違うようです。マッサージ店のようですが、看板の雰囲気から絶対健全ではない店です。日本でも店名に流行りすたりがあるもんで、一時期はなんちゃら学園とかだったり、ある時はメイドなんちゃらだったり、その時期に流行ったものが店名になるもんです。おそらく日本にもなんちゃら48的な店が存在するのでしょう。この手の命名の仕方は日本っぽさがあるんですが、東南アジアでも同じなんですかね。というより日本人が関わっていそうな感じがすごいします。いろいろ見て回りたいですが、今は日中、なんとなくそれっぽい人たちが店前にいますが、不明瞭なところも多いです。これは夜になって見なければわかりません。夜のスクンビットソイ22です。時間は20時頃です。ちょうど夜の街が盛り上がる頃でしょうか。
屋台が出ており、そこで食べている人もいます。そして健全であろうマッサージ店も大盛況です。さて、不健全であろうマッサージ店ですが、こちらも妖艶な光が灯っています。入り口には女性が座っています。おそらく一般のマッサージ店同様に時間を指定し、普通にマッサージをして別料金で別のマッサージをするのでしょう。できれば目の前まで行きたいのですが、この路地は行き止まりなんです。奥に行ってもまた引き返さなければなりません。吉原黄門システムになっており、入ったら最後で出るまで出してくれないんです。そんなわけで中には入りません。表向きはマッサージ店ですが、マッサージ師と恋に落ちることもあるわけです。そういったシステムの店のようです。お次は麻生区の隣駅、プロンポンです。プロンポンは日本人が多くいる場所です。タイには多くの日系企業が進出し、郊外には日本企業の工場もあります。そのため日本人が多く住んでいるんです。コリアンタウン、チャイナタウンといった具合に同胞が集結し、街を作るケースは多くあり、このプロンポンや隣駅のトンローもいわゆる日本人街となっています。街中には日本語があふれ、歩いている人の多くが日本人です。そのため近隣の店舗も日本仕様となっています。こちらはスクンビットソイ26。ここはプロンポン駅前にある路地です。どうやらこちらもその手の場所のようです。この路地を入る日本人はそれ目的の人がほとんどなんだとか。ちなみに隣のスクンビットソイ24にも似たような場所があります。明らかに怪しいマッサージですと言っているようなもの。日本でも一時期駅前に戦隊エステってのが流行った時期がありましたが、現在のバンコクはヌルヌルブームが到来しているようです。日本人クラブ、フィリピンパブはフィリピン人がいる、コリアンクラブは韓国人がいる。つまりこちらは日本人が接客をしてくれるんでしょうか。なんか違う気がします。クラブといえばお酒をたしなむところ、でもイメージするクラブとは挿絵の様子が異なります。おそらく日本人が出てくるのではなく、日本に精通したタイ人が出てくるのでしょう。いわゆる日本式のタイパブなのでしょうね。男子クラブ、特殊の服務、 Google 翻訳感が否めません。特殊の服務はスペシャルサービスの直訳でしょう。男子はジェントルマンでしょうか。ここはマッサージ店、スペシャルサービスを前面に出すってことはそういったお店なんでしょう。さて、夜の街は夜見ておくべきですよね。マッサージ店は昼から営業していますが、夜の方がきらびやかです。こちらは日本料理店もあります。博多もつ鍋、寿司、居酒屋があります。この路地は多くの日本人が入っていってました。日本人の憩いの場のようなところでしょうか。大手町商事バンコク支局、この名前であれば領収書を切っても会社と思われるでしょう。こちらのお店、バンコク支局というのは本当で、日本に本店があるようです。どうやらおごとにあるそうです。おごと温泉といえばあれ系の店がある場所です。多分サービスはおごとと同じで、恋に落ちる系なんでしょうね。スクンビットソイ26のルーツは、滋賀県のおごと温泉にあるようです。日本人街にある日本人のためのマッサージ店、まさか運営母体が特殊浴場をしているところとは思いませんでした。そりゃ日本人に適したサービスになりますよね。そして利用者もまたそれを求めているのでしょう。
結婚して家族でバンコクに移住する人もいますが、独身男性が海外出向でバンコクに滞在しています。バンコクではそういう人たちの寂しさを癒すための特殊の服務が必要なようです。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。